ごはぶ。今日は鮭丼です。今日のおすすめはマグロの刺身とスーパー以外ですね。まあ漬物、それだけでいきたいと思います。まずマグロしようかな。マグロはいつ食べても美味しいもんね。いただきます。うん。うん。うまい。そうそう。チーズは倍ぐらい。倍ぐらい。わお。汁が。うん、うまい。かいうまいな。うん、うまいうまい。この間、自爆事故で車廃車になったんですよね。新しく買ったんですけども、今回は、藤井風彦3代目になります。前回2代目が全損したので、3代目になりますけどね。まあ今のお調子いいです。けどね、買ったばかりで、こすっちゃいまして、修理出したんですよね。それで4万円。キーでもまあ、綺麗に出してね、帰ってきたんで、まあ、ひとまず小学生。三代目には、まだまだ、働いてもらわないとね。倍ぐらい、かー、難しいな、これ。うん、まあ。最近ね、昭和が懐かしいっていうか、これはもう昭和の歴史だとかね、まあ、何かとあれば、昭和。懐かしいって話になるんですけどね。確かに、いい時代ではあったと思いますけど。若い頃はね、週休2日なんてなくて、週休1日半だったんですよ。半分日して、土曜日はお昼まで学校があったんですね。でも、それは嫌だとか思わなかったから、逆にね、お昼で帰れるのが嬉しかった。まあそれは当たり前だったからね。振り返ればいい時代だったでしょ。僕はね、小学校6年生の時か、当時住んでいたところの祭りがね、盛大な祭りなんですよ。おみこしとかいっぱい出てきて、体骨なく人が化粧したりとかあったんですけどもね。そこでね、夜になって、友達らがいっぱい集まってくるんですよ。小学校なんかにね。お前さんがいっぱいいるんですけども、そのお前さんに向けて、卵を投げつけるやつは何人もいたんですよ。でも俺の友達が卵を投げて、そしたらお前さん走ってきて、くわーって思って、これやろ卵投げちゃうすいませーんって言って、でもそのまま、連れ去られました。それはしたじゃダメだわ。まあそんな何かと楽しい時代ではあったんですけどね。ああバイバイ俺。あいけた。うまいんだ俺。うん。で、当時、そのお祭りとかね、やってるとこに住んでたんですけども。
これも小学校の6年生の時ですね。夜に少し寝ようと思ってトイレ入るとポリバケツをバーン叩くような音ポコッとして2回聞こえじゃないです。何だと思ってたんですよね。もう眠たかったから寝たんですけど、その日新聞見たら某役者さんが某役者さんの家に向けて散々人とかで打ち込んでたらしいです。怖ぁ。そんなこと何も知らずに見たんですけど、そこはね、港町で気のある場所だったんですよ。石の上に人がいっぱいいて、だからまあその卵を投げたりするんですけども、まあ、とにかく無条件でね、中学校の先生がヤンキーに臭いで芝居作りに入って殴られたりするんですよ。で、NHK もその街のことを特集して校内暴力についてテレビやってますよね。とにかく面白いといえば面白いけど、まあ活気のある街でしたね。まあ僕はその街は好きで、今でもねやっぱり思い出があるんですけども、で、ね、思い出というか、あるんですよ。それはね、僕は20歳の頃ですよ。大学生に新幹線に乗って、まあ、下宿に戻っていくときに、名古屋駅で、おしっこしてたんですよ、トイレで。そしたらね、まあ、こうやって、おしっこしてるじゃないですか。はい。なんだ。して、おしっこしてるとね、隣に、上下白のスーツのおじさんが来て、でかいカバンバーンと置いて、おしっこ始めたんですよ。わあ、白いスーツってすごいな。パッと見たら、なんと、ミノモントさんにして、ミノモントさんと立ち直した。ステーションしたんですよ。まあ、あれびっくりしましたね。ミノさんも俺の方見てたんですけどね。あれはちょっとびっくりした。ちょっと名古屋駅だから、名古屋から東京を向かうところだったでしょうね。ウェーイ。まあ、ギリ時代を過ごさせてもらったから、懐かしいですよね。トマトうまい。これね、いつも一度ペットショップに犬を見に行ったんですよ。今まあ犬とか猫とかね、7、8匹いたのかな。で、10匹ごとに紙が貼ってあって、鼻寄り目とか鼻低めとか顎歪みとかね、特徴がそんなに犬うるんかよって感じで書いてあるんですよ。おまけにね、寿命は7歳とか書いてある。寿命ってこれから飼うっていうのに寿命って言われたら泣いちゃいますよね。ああ、そういう意味でそのビックリ、ああやばい、もういいわ、大丈夫だ。
そんなこんなでね、なかなか面白い店じゃないかと思ってたんですけどね。ヒデさん買いたいんですよ、犬飲みで。俺は雑誌が好きだから、千葉の入った雑誌を買いたいなと思ってるんですけどね。前、かつてた山犬も死んじゃったから、そういう悲しい思い出は嫌なんですけどね。あ、そう。この間ね、ピンポーンって人が来たんですよ。なんだろうと思って出てたら、台所の換気扇のフィルターを買いに来ました。急にそれ。はぁ、定期的に来るのはわかるんですけども、突然来てね、そんなこと言うんですよね。あんなの。スーパーですぐ買えるのに、確認がつけて、要は押し売りなんですよ。え？って思って、いやもう間に合ってるって言ったんですよ。じゃあどうせよって言うから、座敷に頼みますって言うし、みんなその人、なんだよみたいな顔して帰ってきたんですけどね。そんなもん、家建てて10年も経ってるのに、突然来て、フィルター買いますって。ダメかね。皆さんも騙されたらダメですよ。損しますからね。高いもんね、あれはね。スーパーで契約してるから。ああ。しかし、バイバイうまいな。昔ね、北陸に金沢か。旅行に行って、そういう海鮮も刺身とか、刺身とか出てきて、わあ、うまいうまいって食べてたんですよ。干して食べがした方に、胃がね、すごい痛くなって。今日は痙攣みたいになっちゃって、もう胃袋が痛くて痛くてね、吐き気もあったし、何だろうって原因考えたら、些細のね、綿を食べたんですよ。綿ね、それで当たっちゃって、苦しむ羽目になったんですけども、あ、もうないわ。全部食べた。サザエは大好きなんですけども、その一件でもう食べるのが怖くなって食べなかったんですけども、まあ僕のバイガイもわざわざ食べますけど、これは大丈夫なんでしょうね。だから今もサザエ解禁してもいいのかなと思ってるんですけどね。まあ、まあまあうまい。うん。これもこの間の話なんですよ。1ヶ月ぐらい前かな。駐車場に自転車を置いてたんですよ。それ盗まれちゃって、朝起きたら自転車ないんですよね。うわーと思って探したんですけど、ないんです。んで、警察に被害届出そうと思ってたんですけども、防犯登録もわからないし、車載番号もわからないから、届け出しようにもできないんですよね。あ、もうしょうがないかなと思って。まあもう、ボロボロの自転車で、気分も加えて、思うところで、接触で回さなきゃ動かない自転車だったんですけどね。それから、15日してから、警察から電話があって、自転車をあるところに置いてあったんですけど、心当たりありますかって、言うんですね。あ、それ盗まれましたって言って、なんとか無事に回収したんですよね。やっぱり取り掛けないとダメだな。こんな田舎でもそういうことがあるんでね。
今日はすごい寒いですよね。そういう時もビールはうまい。ああ、そうそう、まあ、最初の病気増えちゃって心臓がね、肥大してるっていう人で心臓に圧迫かかってるから、それで薬出してもらってるんだけど、もう病気のオンパレードですよね。切断でしょ、肺塞栓、脳梗塞、心臓肥大、もう困ります。病院ばっかりですよ。皆さん、まあ健康には気を使って、ちょっとでも具合が悪かったら診察受けてくださいね。まさかね、これもこんな病気ばっかり持つような体になるとは思いませんよね。まあ、なんとか頑張ります。今日はマグロとバイガイと漬物でいっぱいやりました。バイガイがすごい美味しかったね。マグロも、そうそう、うまいわ。さあ、今日も美味しくいただくことができました。今度はまた飯どころでいきたいと思います。それでは、ごちそうさまでした。イエーイ。